内田選手が日本で連絡もらってないって言ってましたと。連絡されましたかって。いや、それ、友達からも連絡が来て、篤人がそんなこと言ってるっていう話を送ってくれたんですけど、あのね、いや、これほんま篤人には申し訳ないなと思ってて、すっかり忘れてました。ちすっかり忘れてました。ょっとバタバタして、だから悪気があってとかじゃなくて、本当に忘れてた。なんで、もうそれは申し訳なかったなと思ってます。なので、次帰ったら連絡するように伝えておいてもらえると嬉しいです。